します。レトロライン、トロッコ列車、昇華座号にご乗車くださいまして、誠にありがとうございます。この列車は10時発、関門海峡、メカリ駅行きです。お客様にお願いいたします。車内は禁煙です。おタバコはご遠慮ください。また、本日、窓を大きく開ける走行しております。乗車券や帽子など、風に飛ばされませんよう、十分お気をつけください。相手の方から手や顔を出されますと危険です。特にお子様には十分お気をつけください。コロナウイルス感染拡大防止のため、車内ではマスクの着用をお願いいたします。次は出水美術館駅に停車いたします。皆様、進行方向を左手ご覧ください。羽橋が開いた状態になっております。こちらブルーウィング文字という日本最大級の歩行者専用の羽橋となっております。こちらの羽橋は1日に6回開きます。橋の上からは関門海峡が一望でき、夜はライトアップもされ幻想的な雰囲気となります。列車は間もなく出水美術館駅に停車いたします。降りの際は列車とホームとの間、広く空いているところはございます。お足元には十分お気をつけください。ドアが内側に開きます。開く側とお足元にご注意ください。発車いたします。リニューアルをしてよみがえらせました。潮風号の最高速度は時速15キロ。こちら日本では一番遅く、今走っていますこちらの線路も全長 2.1km と、こちらも日本では一番短い線路となっております。共に日本一を待つ観光列車です。関門橋が見えてまいりました。こちら関門橋をお写真に撮られる際は、次の踏切を越えたあたりが絶景ポイントとなっております。カメラをお持ちのお客様、このあたり絶景ポイントです。カーブになっているのですぐ見えなくなってしまいましたでしょうか。こちら橋の架かります関門海峡は潮の流れが速いことでも有名です。速い時ではこの潮風号の速度よりも速く、時速18キロほどで潮が流れていくこともあるようです。また潮の流れの時も1日に4回ほど変わります。世界的にも大変珍しい海峡となっております。関門海峡といえば国際航路としても知られておりますが、
上もの様々な船が行き交っております。対岸には山口県下関市の橋目にご覧いただけております。高さ153メートル、最長夢タワー。お隣にはカラスの観覧車、そのお隣は下関水族館、海峡館などもご覧いただけております。どうぞごゆっくりご景観お楽しみください。列車はまもなく農協区広場駅に停車いたします。こちらの駅はまだ終点駅ではございません。お間違いのないようにご注意ください。降りの際は列車とホームとの発車いたします。ご注意ください。